はい、今日も暑いので、これから冷製パスタを作ろうと思うんですけど、今日はいつもと変わったものを作りたいなと思って、冷凍の小エビを使って私のオリジナルメニューを考えてみました。もともとイタリア料理で前菜料理として小エビのカクテルっていうのが あるんですね。とてもよく知られている料理法なんですけど、その方法を応用したもので、これを冷製パスタにしたら美味しいんじゃないかなと思ったので、今から、チャレンジしながらやっていきたいと思います。まあ、ちょっと私のアレンジ、オリジナルアレンジメニューです。それでは始めます。はい、こちらが今回使いたい小エビの冷凍のものです。この使い方としては、茹でたり、あとは炒め物なんかに直接入れたりするのが一般的な使い方だと思うんですけど、今日は冷製パスタにしたいので、これは今から電子レンジで加熱しようと思うんですけど、ここでちょっと小エビにリキュールの味をつけたいなと思います。小エビのカクテルではソースの中にブランデーとかを入れるのが一般的なので、ここはエビに直接味をつけたいと思います。私はブランデーがなくてマルサラッシュがあるので、マルサラッシュをここの上にかけて電子レンジにかけようと思います。これマルサラッシュをかけて、おなじみのこのシリコンシート、これは電子レンジにとても便利でよく愛用してるんですけど、ちなみにこれはダイソーで購入できます。これで電子レンジにかけたいと思います。まあ、3分ぐらいかけて様子を見たいと思います。はい、2分ぐらいで大丈夫でした。これ2分加熱したところで様子を見ていたら、大丈夫だったので2分で止めました。で、液体がこれたくさん出てるんですけど、この液体も使ってしまいたいと思います。なので、冷ましておきます。その間にパスタを和えるソースを作っていきたいと思います。オリジナルのエビのカクテルのソースとはかなりアレンジしながら作っていきたいと思います。で、まずマヨネーズ、マヨネーズこれ自家製のものです。自家製のマヨネーズの作り方はもう動画にしてあるので、リンク概要欄にも貼っておきます。マヨネーズ、そうですね、大さじ3杯ぐらい。そしてこれはアンチョビを加えることにします。5切れぐらい、小さなものが5切れぐらいあります。これを全部入れます。泡立て器で混ぜることにします。そしてマヨネーズだけだと重いので、ヨーグルトを追加したいと思います。これも自家製のヨーグルトなんですけど、自家製というか元々のヨーグルトを牛乳で増やしたものなんですけど、まあ、大さじ2杯ぐらいかな、マヨネーズと同量ぐらいかな。で、伸ばします。これで随分軽いソースになると思います。そしてここにトマトペーストっていうのかな、日本語でトマトの濃縮タイプのものを使います。これも適量で、まあ、大さじ1杯ぐらい入れます。あと胡椒も追加します。で、ここに完全に冷めたエビとこの液を全部この中に入れてしまいます。これで塩気を調節して、あとはパスタを絡めるだけです。で、味見して塩気を調節しようと思います。結構アンチョビの塩気が入っているので、結構ほとんどこれで塩気 OK な感じです。ほんのちょっと追加するだけでいい感じです。そしてパスタが茹で上がるまで、これは冷蔵庫で冷やしておきます。今回はこの間パスタをご紹介する動画でも登場したディチェコのパスタを作りたいと思います。その中でファルファレっていう、ファルファレって蝶々っていう意味なんですけど、その蝶々の形をしたパスタを使いたいと思います。
これを茹でる時の注意点としては、この詰まった部分が芯が固く残ることが多いんですね。なので、割と長めに茹でた方がいいです。結構ね、アルデンテにしてしまうと、ここの芯の部分はほとんど硬くて生みたいなことになってしまうので、しかも今回は冷製パスタにしますので、茹で時間よりも 1,2 分長めにして茹でた方がいいと思います。ただでさえリチャコってね、結構茹だりづらいので、茹で時間が長めに取った方がいいんですね。まあ、パスタってメーカーによっても茹で時間の表記よりも早めに揚げた方がいいものとか、長めにした方がいいものとか、まあ、メーカーによってそれぞれ癖があるので、まあ、これは味見しながら様子を見ていくしかないんですけど、ディチェコは、まあ、私の記憶では茹で上がりが割と遅い方なので、しかも冷製パスタで後で水道水で冷やしますので、長めに茹でて水道水で冷やします。で、芯がこれ残ってしまわないように、割とちょっと茹ですぎかなって思うぐらいに茹でても大丈夫だと思います。パスタのショートパスタで便利なやり方はもう他の動画でも何回か説明しているんですけど、一応念のためもう一度説明したいと思います。沸騰しているお湯にまずお塩を入れて、そしてパスタを投入します。で、パスタ入れてからまたもう一度沸騰するまで待ちます。また再沸騰しましたので、ここで蓋を閉めて火を消してタイマーをかけておきます。このルーコラを用意しておきました。これは洗って、ちょっと適度な大きさに刻みました。そしてパセリ、こちらも刻んでおきました。こちらの野菜も一緒に和えたいと思います。はい、パスタ茹で上がりましたので、芯が残らないように茹で上がったのを確認したら、水道水をかけながら冷やしてきました。はい、それではこれ冷蔵庫で冷やしておいた先ほど作ったソース、この中にパスタ全部入れます。そしてまずよく混ぜます。パルミジャーノも追加します。そして用意しておいたルーコラを刻んだもの、これこちらも大胆に全部入れてしまいます。パセリを刻んだもの、こちらも全部入れます。はい、完成です。ボナペリート。いただきます。いただきます。Marzana si sta benissimo. Si sente? Sì. Sottofondo è delicato. Mmm. Mmm.